パウル・バーダー砲兵大将、パウル・バーダーは、ドイツの軍人。第二次世界大戦中、陸軍の将校として、第二不評師団の師団長などを務めた。最終階級は、砲兵大将。1883年、ラールに生を受ける。1903年10月1日、故郷ラールに駐屯していた第四バーデン第66、野戦砲兵連隊に、候補生として配属される。 1905年2月19日には、士官候補生に昇進し、また1906年5月21日には、少位に昇進している。1912年4月1日から1912年8月15日まで、同連隊の第一大隊で副官を務め、その後1912年10月1日までコルマールに、駐屯する、第3条アルザス第80野戦砲兵連隊で、 連隊副官を務めた。1913年11月20日、中尉に昇進。第1次世界大戦中は、西部戦線で従軍。1915年4月18日、大尉に昇進。1915年10月12日から敗戦まで、第39野戦砲兵旅団の副官として、勤務した。敗戦後も、共和国軍に残留し、 1933年4月1日から1934年9月30日まで第5砲兵連隊で連隊長を務める。第二次世界大戦中、中将に昇進したバーダーは第二不評師団の指揮官となり、ポーランド侵攻に参加した。同志団のポーランドにおける戦歴としては、特にトゥホラ森の戦いが知られる。その後、同志団はフランス侵攻にも参加した。 1941年7月、砲兵大将に昇進するとともに、占領地セルビアの軍政長官に就任。彼はこの職に就いたとき、共産テロリストに対する公正闘争の即時開始を命じている。同年10月4日、ビルヘルムリスト元帥は抵抗運動組織との闘争において、必要が応じた際に射殺するための人質を収容する。 いわゆる人質収容所の建設を行わせている。1943年8月から10月10日まで、第21山岳軍団司令官を務め、以後は大気司令官に編入されていた。1944年3月31日、陸軍を退役する。戦後は、エメンリンゲンに暮らした。1964年1月3日には、人質収容所に関する審議に呼び出され、 国防軍の軍人がそれらについて関与していなかった、胸を証言した。1971年2月28日死去。エルンストクレイ、ダスパーシネンリグシコンツームドリッテンライヒ、ウェアワーアズフォアウントナウハ1945、フィッシャータシャンバッチバーラグ、ツバイタオクッチリジャートアウフラーゲ、フランクフルト2005、S24、ミッドベズングアウフクエール503アース54、6、 バル、S76、ジタテバイ、エルンストクレイ、ダスパーシネンリグシコンツームドリッテンライヒ、S24、ABCD、ラングラストでドイチェンライクスハース、ミトラーソーンバーラグ、ベルリン、S119 クラウス D、パツオールウントファイトシェルツァー、ダスドイチェクロイツ1941から1945、ゲシヒテウントインフハバーバンド2、バーラグクラウス D、パツオール、 ノーダーショテット2001 ISBN3 から931533から 45XS21 ありがとうございます。